はい、こんにちは。恋愛パンダです。よろしくお願いします。もうね、昨日ちょっと疲れちゃってね。昨日の僕の動画見ました？相鉄の前で、なんかもう疲れて、であとブス女だからもうなんか会いたくないわって思って動画上げたら、なんかアンチコメントが来て、お前自分からマッチング依頼してマッチングし、お前自分から申し込んでマッチング依頼してんのに最低だよみたいな、ひよこ豆さんから来ました。すいませんでした。本当に僕の未熟さです。だけど男性はね、これわかるんでと思うんだけど、なんかめんどくさくなっちゃうじゃないですか。もうなんか、男性ってこうなんか女性と違って自分のその好きなタイプにこう申し込んでないんですよ。まあこれこの子になんとなくしようかなとか、まあね、そういうなんとなくこの子にしようかなって感じで選んでるんで、別に乗り気なわけではないんですよ。女性の場合は、あ、年収600万円だ、顔もいい、この人って決めるけど、男性の場合、まあ、どうしよう、なんとなくこれにしようかなみたいな感じでやるんで、あんまり乗り気ではない人が多いです。これはまあ男性の婚活事情ですね。はい。で、まあ、昨日ちょっと本当に乗り気じゃなかったんでね、その本当にお見合い動画の直前に、今の心境ということで、させてもらいました。あれがまたね、低評価が多くてね、多分多かったと思います。もう、ちゃんとちょっと見てなくて、まだコメント返してないんですよ。で、ちょっと忙しくて、今日もまた、お見合いに行くので、もうね、忙しすぎてコメント見てられなくて、コメント返せなくて、本当に申し訳ありません。あさってあたり、しあさってあたり、今週中には返しますので、よろしくお願いします。本当に忙しくて、なんかね、昨日休みでお見合いやって、なんだろう、今日も休みでお見合いやるんだけど、なんかもうね、2日連続とかしんどいですよ、本当に。もうしんどくて耐えれない。なんかドアラはね、なんか1日で2回やったりするらしいんですよ。知ってます？チャンネル人間関係のノアラはね、なんかお見合いをね、昼やって夜やって、なんかお見合いっていうか、そのなんだろう、なんだろう、合コンみたいな、婚活パーティーか。婚活パーティーをなんか2回やったりするとかいう動画を上げてたんだけど、いや、1日2回とか無理だろ、しんどいやろ、どう考えても、絶対無理無理。無理無理、1日1回で2日するのもしんどい。おそらく、まあ、ノアラはね、そういうの行きまくってるから、もうね、休みになったらね、毎回参加してると思いますね。うん。だけど、マッチングしないっていうね、ところがあって、まあね、ノアラがすごいバイタリティ高いんでね、まあ、僕とかもうしんどくて、もう今日疲れた、ほんと嫌だよって朝からね、この別の人に会うんだけど、なってます。なんで、ちょっとぜひね、なんか応援のコメント欲しいですね。ちょっと僕もね、皆さんにね、こう慰めてもらいたいです。疲れました。ということで、とりあえずね、これで、今日ね、お見合い行くっていう話をね、終了します。いつも動画を見ていただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さよなら。はい、こんにちは。恋愛パンダです。よろしくお願いします。もうね、昨日ちょっと疲れちゃってね、昨日の僕の動画見ました？相鉄の前で、なんかもう疲れて、であとブス女だからもうなんか会いたくないわって思って動画上げたら、なんかアンチコメントが来て、お前自分からマッチング依頼してマッチングし、お前自分から申し込んでマッチング依頼してんのに最低だよみたいな、ひよこ豆さんから来ました。すいませんでした。本当に僕の未熟さです。だけど男性はね、これわかるんでと思うんだけど、なんかめんどくさくなっちゃうじゃないですか。もうなんか、男性ってこうなんか女性と違って自分のその好きなタイプにこう申し込んでないんですよ。まあ、この子、
たこの子になんとなくしようかなとか、まあね、そういうなんとなくこの子にしようかなって感じで選んでるんで、別に乗り気なわけではないんですよ。女性の場合は、あ、年収600万円だ、顔もいい、この人って決めるけど、男性の場合、まあ、どうしよう、なんとなくこれにしようかなみたいな感じでやるんで、あんまり乗り気ではない人が多いです。これはまあ男性の婚活事情ですね。はい。で、まあ、まあ、昨日ちょっと本当に乗り気じゃなかったんでね、その本当にお祝いの、その直前に、今の心境ということで、させてもらいました。あれがまたね、低評価が多くてね、多分多かったと思います。もう、ちゃんとちょっと見てなくて、まだコメント返してないんですよ。で、ちょっと忙しくて、今日もまた、お見合いに行くので、もうね、忙しすぎてコメント見てられなくて、コメント返せなくて、本当に申し訳ありません。あさってあたり、しあさってあたり、今週中には返しますので、よろしくお願いします。本当に忙しくて、なんかね、昨日休みでお見合いやって、なんだろう、今日も休みでお見合いやるんだけど、なんかもうね、2日連続とかしんどいですよ、本当に。もうしんどくて耐えれない。なんかドアラはね、なんか1日で2回やったりするらしいんですよ。知ってます？チャンネル人間関係のノアラはね、なんかお見合いをね、昼やって夜やって、なんかお見合いっていうか、そのなんだろう、合コンみたいな、婚活パーティーか。婚活パーティーをなんか2回やったりするとかいう動画を上げてたんだけど、いや、1日2回とか、おりだろ、しんどいやろ、どう考えても、絶対無理無理。無理無理、1日1回で、2日するのもしんどい。おそらく、まあ、ノアラはね、そういうの行きまくってるから、もうね、休みになったらね、毎回参加してると思いますね。うん。だけど、マッチングしないっていうね、ところがあって、まあね、ノアラがすごいバイタリティ高いんでね、まあ、僕とかもうしんどくて、もう今日疲れた、ほんと嫌だよって朝からね、この別の人に会うんだけど、なってます。なんで、ちょっとぜひね、なんか応援のコメント欲しいですね。ちょっと僕もね、皆さんにね、こう慰めてもらいたいです。疲れました。っていうことで、とりあえずね、これで、今日ね、お見合い行くっていう話をね、終了します。いつも動画を見ていただきありがとうございます。これからもよろしくお願いします。さよなら。